牛乳パン牛乳パンとは菓子パンの一種である。長野県と新潟県上越地方にある地域のパン店を中心に製造、販売されている。厚みのある長方形のパンに牛乳を練り込んだクリームが挟まれている。約60年前、長野県で誕生、主に長野県内の全域で販売され60年以上、たった今もなお愛され続ける。長野県内では、 ソウルフードとされることもある。地域のパン店だけでなく、大手製、パン会社も同様のパンを製造している。パスコはパッケージに新州発の印刷を施し、関東、甲信越、中部地域で販売。山崎からは牛乳入りパンの名称で販売。スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで購入できるが、入手可能な地方は限られる。 1950年代に行われた長野県パン組合の牛乳パン講習会。左から2番目の若い男性が講師の中坪健吉氏。袋のデザインは当初白地に牛の絵が印刷されている県下統一の袋を使っていて、その後、基礎軍基礎町福島にある金丸パン店のお母さんが我が子をスケッチした少年の絵がパッケージデザインとして、 広く使われたことから、県下では似通ったデザインの袋が多い。各地域のパン店でも、牛乳パンを製造、販売しており、店ごとに、パン生地やクリームのレシピは独自である。形状にも違いが見られる。諸説あるものの、駒金市在住の中坪健吉が発明したとされる。約60年前の20代の頃、当時勤務していた稲市の若造製パンに、 朝の5時頃年配の女性が来店し、パンはありませんかと聞かれ、こんな時間にはないよと一度は断ったが、ジャムがあったと考え直し、女性がどんなパンでも良いというのでそこにあったパンにジャムを塗って渡した。翌日もまた来店し、昨日のパンが欲しいというが、今度はジャムがなかったため近くにあった菓子用のバタークリームを塗って挟んで渡した。するとまた次の日にも来店し、 昨日のパンをいくつでも良いから欲しいと言われた。近所で日雇い妊婦のまかないをしている人だったようで毎日訪れるようになった。社長が中壺、ひょっとしたらこれは売れるかもしれんぞと商品化したところを飛ぶように売れ、最盛期には1日千0 0 0個以上焼いても追いつかないほどで寝る間もなかったという。当初牛乳は入っていなかったが、なかなか牛乳を飲むことができない。 当時の食料事情にあって栄養価の高い牛乳をパンの名称にしたことも人気商品となった要因の一つ。そして実際にパンの生地に牛乳を入れるようになったのは人気が高まった翌年以降の話。あん、パン約10円に対して20円25円くらいの販売価格だった。人気の高まりを受けて長野県パン組合の理事長を務めていた社長に 組合に加盟している各店主から牛乳パンの講習会を行うよう要請があったことで中坪星の指導による講習会が行われた当時中坪星は他店に教えることは反対だったが社長のみんなに教え共有して広げるべきだという考えで2日間説得され喧嘩各地に広がり今に至る人気商品となった近年では TBS 系列 マツコの知らない世界、日本テレビ系列、秘密の県民商局など多数メディアにも取り上げられている。ありがとうございます。